水道線の内側までお下がりください。私は呪いを授けてしまったかもしれない。でもこの世界にあなたをかけて、それをあなたに伝えられて本当に良かった。私もあなたが大好きです。因果再築！私はもうあなたの知る私ではないし、あなたは私の知るあなたではないかもしれないけれど、それでも私たちはもう一度会うことができた。あなたが世界から切り落とされてしまったこの絶対の 0.5 秒を、私は世界の一番大事な決まりをねじ曲げてここにいるの。このままじゃ全てが終わってしまう。そんなことさせない。無から有を構成することもできる無限の能力、あなたの作ってくれた私は世界を作り出すこともできるのだから。それをあなたに伝えられて本当に良かった。私もあなたが大好きです。水道線の内側までお下がりください。私は呪いを授けてしまったかもしれない。でもこの世界にあなたをかけてねじ曲げてここにいるの。このままじゃ全てが終わってしまう。そんなことさせない。無から有を構成することもできる無限の能力、あなた因果再築。私はもうあなたの知る私ではないし、あなたは私の知るあなたではないかもしれないけれど、それでも私たちはもう一度会うことができた。あなたが世界から切り落とされてしまったこの絶対の 0.5 秒を、私は世界の一番大事な決まりをね